もう一つ行くか。今日はちょっと寝れんかったな。皆様こんにちは。宇野昌磨選手26歳。お誕生日おめでとうございますえ。これからも健康でますますスケートの技術に表現を磨き、私たちに素敵なプログラムをたくさん、えー、見せてくださいね。スケートが上手い選手、ジャンプがすごい選手、基礎が素晴らしい選手、たくさん素晴らしい選手はいますが、私が心からワクワクドキドキ、ハラハラ、それでいて、メガ目メガ くぎ好きになるほど好きになる。フィギュアスケーターですから、内面からあふれてた、出る、色気や魅力、顔にも、えー、染み出る、美しくも、えー、可愛くもワイル,ルドでもあり、すべてが大好き。なかなか居そうでいないから貴重なお方、いつもほうまかでやるときはやるし、発言だって言うもあるし、的確。そんな宇野昌磨選手が私は大好きです。えー、これからもさらに惚れ,れさせていただきますよ。今日はお誕生日、 えー、18時からトレーナーのデビンさんが YouTube を楽しみにしてますと。でデビンさんが18時から YouTube をされるということで注目ですね。うのくん、お誕生日おめでとうございます。本当に。ね。あの、今年、ねまあ来年、まあ、来年っていうか、ま、26歳はどのような年になるのかね。うん。竹森猫さんはお誕生日。翔馬くんはもちろんだけど、同じ、 誕生日の選手もいましたよね。皆さんおめでとうございます。えー、昨日仕事帰りに水野大阪に寄ってきました。たまたまお客さん二人しかいなかったけど、えー、少ないおかげでゆったり過ごせました。シ、え、ャ、ー、くんのおかげで気分もお休き今日だけは穏やかに過ごしたい。いや、本当に。ね。あの、今日だけは、今日、今日だけは。ね。うん。あの、リクさんが今日も、ね、今日、あの、三浦リクさんね、が今日お誕生日だそうですよ。うん。 あ、皆様、宇野選手、三浦璃来選手、す坪井達ちゃんもですよ。え、トゥクタミショワ選手、12月1日、お誕生日おめでとうございます。皆さん、これからも頑張りくださいね。達ちゃんとトゥクタミショワさんもお誕生日。リーザね。リーザもお誕生日か。うん。 えー、海外からも、ユナ・ショーマ選手、お誕生日おめでとう。えー、ショーマックは一人じゃないよ。私たちファンがみんなで応援してるよ。バナーでされてましたよ。海外にもたくさんファンがいますから。エキサだけに従業様が教えてくれました。イタリアでも子供から若い女の子や、老若男女、えー、ショーマックは人気ありますよ。以前、サインが笑、えー、泣いてしまうたくさんファンがいたから、えー、次の日にも見てき、えー、て、えー、見事サインをもらった人が、満面の笑み、笑顔、懐かしいわ。うん そんなこともね、あったんですね。あ今日はベートーベンの何 ?253 回目の誕生日でもあるみたいですね。すごいわ。ベートーベンは12月の15、16、17日生まれ説があるけれどとか。なるほど。また映画ミラョ、ミラージョコビッチさん。あの、バイオリ、バイオハザードシリーズの主役のアクションがすごい女性。またマラソン、有森ウ子さん、えー。バルセロナオリンピックの銀メダルや、アトランタオリンピックの銅メダルの方ですよ。 うん。あの、皆さん、12月17日生まれ、宇野昌磨くんと同じなのね。おめでとうございます。まあ、結構いますね。有森裕子さん、有名ですよね。ねバイオファザードの女性ってあの人かあの有名な人ね。うん。ベートーベンの結構、ねあの、宇野くんやってましたけど。うん。あ、あ部陽子さんどうもです。宇野昌磨選手、お誕生日おめでとうございます。良い一年になりますように。ね。 アトベさんからもの君へのメッセージ届いてますよ、えー、天村さん、どうもです。くんりくちゃんたち、お誕生日おめでとう。えー、全日本の、えー、選手はクリスマスどころじゃないから、えー、選考も遅くまで大変ですね。年末年始、ゆっくり休めますように。うーん、いや、ほんとですね。なかなか、その、ね、ほんとにこう、忙しいですね。宇野選手も、クリ、あの、 お誕生日の後にすぐ全日本でクリスマスですからね。なかなかね、休めない感じですよね。うん。えー、マイク・バッティラさんどうもです。歌舞伎おはようございます。かおちゃんがクリスマスソング聴くの嫌なんだ、あ、嫌なのは何でだろうって。それは考えてみてくださいよ。何と言っても前半戦の総仕上けの最高潮に、えー、緊張するじゃないですか。えー、世間一般はクリスマスも もうどり浮かれ、えー。家族や恋人同士で楽しく過ごしてるんですからね。おまけに最後のとどめは代表選考の発表も待ってるしね。あ、そういうことなんだ。なるほど。ああ、ってことは、かおちゃんなり、あのー、そういう理由でや、あの、クリスマスソングを聴くの嫌なんだ。知らなかった。うん。皆さん、よろしくお願いいたします。クレヨンしんちゃんの作者は、えー、14年前に亡くなって、えー、現在は、えー、弟子たちが楽しい作品を作ってますと。 うんえー、最新話に、杉谷スケート選手、姉さんのキャラが登場したようですよ。名前は、ひょうまくん。え面白いですね。ひょうまくんだって。えー、日本選手界っていうね。うん。すごい。なんかショ、しょうまに、しょの人が氷になってるんですね。うん。しょうまさん、よろしくお願いいたします。かもさん、お疲れ様です。えー、今日はしょうまくんのお誕生日。えぇ、しょうまくんの もう、えお翔馬くん、お誕生日おめでとうございます。え、翔馬くんには届かなくても、おめでとう言いたくて、かさんの YouTube で言わせてください。え、もうすぐ全日本選手権ですね。テレビ観戦ですかバナー振り振りして応援しますよ。うん。いや、届きますよ。宇野くんに。ね。あ、まあ、ちょっと見てるかどうかはちょっとわかんないんですよね。うん。ね、あの、でも、あの、心は通じますよ。きっと。うん。 ちょっと僕はこれから寝ますね、もう一回。はい。